もしもゲーム依存症になったら。大輝、高校合格おめでとう。数ヶ月前ずっと憧れだったスマホが手に入った。いやー長かったな。みんなスマホ持ってる中俺だけなかったし、卒業に間に合ってよかったな。合格したんだしゲームしようぜ。ゲーム？でも金かからないの？何言ってんだよ、スマホのゲームは無料だぜ。友達の誘いからゲームをやる日々が始まった。勝った時の喜びでプレイして、おめでとう。やったな。負けた時の悔しさでまたプレイする。かーくそー。大輝うるさい。何よりもずっとゲーム禁止だった俺には夢の中にいるような気分で楽しかった。親に買ってもらわなくてもゲームができるなんて。死ぬほど辛かったけど受験頑張ってよかった。ゲームばかりな春休みが終わって高校生活が始まった。新生活はそこそこ楽しくやれていた。ゲームもほどほどだった。ところがある時、大丈夫か？軟骨が潰れていますね。このまま剣道を続けていては完治は難しいと思います。はあ、小学校からずっとやってて最後はこれか。突然心にぽっかり穴が開いたような。空いた時間をどう使えばいいのかわからない。考えてもしょうがないことばかり考えてしまうのも嫌だった。そんな時にゲームをすると剣道や怪我のことを忘れられる気がした。強くなると新しいアイテムが手に入るし、次の目標ができて暇つぶしになる。目に見えて強くなると周りからも頼られて嬉しかった。ゲームをする約束も増えた。しばらくして、思えばランキングに入ったこの時から色々おかしくなったかもしれない。週に1回、月に1回表示されるランキングが気になってしょうがない。あと少しで上のやつにも勝てる。もっとプレイしないと抜かされる気がする。深夜までプレイすることも増えていき、学校の机は枕代わりだ。当然勉強はできなくなっていった。今日はもうやめようと思ってるのに気づけば深夜までプレイしてしまう。その繰り返しだった。親から何度も注意された。やばいなんて俺が一番わかってる。ところがこのゲームにかけた時間や育てたキャラの強さを思うと、もったいない。どうしても消せない。そしてまた始めてしまう。やがて親がパスコードを設定した。心の中ではこれでやめられるとほっとした。なのにくそ、気づけばパスコードを解除するのに必死になってた。1時間だけだ。やめたい気持ちはその時だけ吹っ飛んでた。少しだけだ、少しだけ。解除したのが親にバレて口喧嘩になり、お前は人間として情けない。親からは呆れられた。何か言われるたびにムカムカして余計にゲームをしてしまう。ゲームの後悔をまたゲームで癒そうとする繰り返しだった。はぁ、あ、いい加減にしたら。何のために受験して高校に入ったの？高校に行くのもお金かかってるのよ、わかってる？大輝聞いてるの？勉強はちゃんとするって約束したよね。あなたのためを思って言ってるのよ。うるせえ！ちょっと、はあ、でゲームがやめられなくなったと。ゲームをやり始めると10時間以上はプレイしてました。10時間？それはすごい。先生、ゲームってどれぐらいの時間なら適切でしょうか？ 2,3 時間なら適切な範囲かと思われますが、例えば成績が明らかに落ちていたり遅刻が増えたり健康や対人関係に問題が出てもやめられない場合、ゲーム依存を疑った方がいいでしょう。お近くの専門の病院で受診していただいて。それで病院を調べていらしてくださったんですね。私たちももうどうすればいいのかわからなくて。お話をお伺いする限り、おそらく息子さんはゲーム依存症かと思われます。脳の仕組みからお話ししましょう。食べ物を食べた時、何かを達成できた時、褒められた時、誰でも自然と快感が湧きます。その時脳では報酬系という機能が働いています。報酬系は快感を感じたり記憶する役割を持っています。お酒やギャンブルや薬、ゲームやネットなども報酬系に素早く簡単に強い刺激、快感を与えます。1回や2回では病気にはなりませんが、何度も回数が増えていくと、回数を重ねるごとに報酬系は刺激に対して鈍感になっていきます。刺激が入ってこないとイライラするようにもなります。最初の刺激の量では足りなくなるので、以前と同じレベルかより強い刺激を求めるようになります。だからゲームがエスカレートする。プレイするからこそますます刺激が欲しくなる。悪循環になるのです。エスカレートし続けると刺激を得ることが報酬系にとって最優先になるため、大切なものを失ってでものめり込んでしまう。時には窃盗、暴力などに発展するケースもあります。これが依存症です。意思や性格の問題ではなく、病気がそうさせてるのです。
依存症の難しいところは、1日、2日やめるのはできても、やめ続けるのが難しい。生活上の些細な出来事が刺激となって、ゲームの快感を呼び覚まします。依存症は何が原因ですか？原因は多数あるので、特定しきれません。人間関係や勉強の悩み、進路、体型や容姿の悩みなど、早い年齢でゲーム、スマホを始める、学校に居場所がない、高いストレスを受けると発症しやすいとも言われています。若いうちは大人よりも我慢する力が発達していないので依存しやすい側面もあります。入り口が違うだけでゲームじゃなくても SNS や市販薬、ギャンブルやお酒の依存症にかかる人もいます。確実に言えるのは意思や性格の問題ではありません。依存するものを使い続ける限り依存症にかかる可能性が全ての人にあります。周りの人に知ってほしいのは依存症は目に見えない病気なのでつい性格の問題だと思い違いしがちですが愛情や説教でどうにかなるものではないのです。そして家族や周りの人の理解や協力がなければ依存は改善しません。これが周りの人たちにできるサポートです。1、ゲームとうまく付き合えないのは性格や甘えの問題ではないと理解する。2、治療への援助や回復の応援をする。3、再使用を繰り返しながら回復していきます。すぐに良くならなくても焦らない、責めない。突然、今までゲームをやめられなかったことを責めて悪かったな。謝られた時には混乱した。1週間後。お母さん、ゲームの時間が多くなると大輝の体が心配なの。それでこの前病院に相談しに行ったんだけどね、よかったら今度一緒に受診してみない？両親は病院で俺への対応を変えるように言われたらしい。病院で診察を受けてゲーム依存症だと診断された後、お母さん、これから大輝くんと2人で少しお話しさせてください。大輝くん、本当はゲームをやめたいと思ってるの？本当はやめたいです。よく言ってくれたね。嘘つけとか言われると思ってたけど否定されなくて安心した。じゃあ一緒にゲームについて勉強しようか。オンラインゲームはどんなにプレイしても運営側が終了しない限りゲーム自体に終わりが来ない。だからやめ時が見つけられない。基本無料のものが多くて始めるのが簡単。さらにスマホだと通知も入るしね。ゲームをプレイするように誘われて習慣化しやすい。注意したいのはガチャだね。最初は無料でガチャを回せて、次は100円から。やがてだんだんガチャを回すことに抵抗がなくなり、ゲームがやめづらくなる。チームプレイだと役割があるから、約束ができてしまって抜けられない。ゲームをしないと、ゲーム仲間から置いてきぼりになってしまう。ランキングを定期的に表示されることで、競争心を煽られるし、時間をかけて勝ってやる。お金を使って勝ってやる。どっちにしても依存してしまう。ゲームやネットに依存した時の影響も知っておこう。健康面では睡眠不足、首や肩の凝りなどの影響があったり、生活面では昼夜逆転、課金でお金がなくなる、成績が落ちてしまう。対人関係ではゲームやネットのつながりの方が大事になる。家族との会話が減る。メンタル面では感情のコントロールができなくなったりイライラしてしまうことがある。でもゲームをすることや依存が悪いんじゃない。人は何かに依存しながら生きている。依存するものが一つだけになった時に悪い依存になるんだ。大切なのは依存先を増やすこと。ゲーム以外にも頼れるところや楽しいところを作っていこう。病院や学校のスクールカウンセリングも活用してほしいね。あとは依存症の回復に有効だと言われている自助グループ。自助？今度病院で開催するからおいでよ。自助グループは同じ経験をした人、つまり同じ依存症に悩む人が集まる場所だった。言いっぱなし、聞きっぱなしが原則で、話されたことの秘密が守られるルールがある。私、SNS 依存なんです。SNS の通知欄をチェックするのがやめられなくて。ゲームで課金して、親のお金を盗んででも課金して、借金して、自分でもやめたいと思ってるのに、気づいたらやってしまってて。依存症の種類が違っても、俺の話とよく似ていた。俺だってやめたい。だらしない。情けない。意志が弱い。どうしてこんなこともできないんだ。誰も俺のことを理解してくれない。この苦しみを抱えてるのは、世界で俺だけだと思ってた。でも、一人じゃないって分かっただけで、こんなにも気持ちは軽くなるんだ。先生、また、来ます。もちろん、いきなりうまくいくわけでもなく。大輝。ゲームやったのバレてるな、スクリーンタイムで。ゲームをやってしまってもいいんだよ。またやってしまうのも、治療の想定内だって先生が言ってたぞ。この時から、すごく気持ちが軽くなった。その後は病院に通院することに。まず健康診断の数値を良くすることを目標にしてみようか。ゲームの時間を毎日記録して病院で見てもらう。うわぁ、
すげえやってんな。この時間勉強したらテストも楽勝じゃん。親もスマホの時間制限に協力してくれた。家族みんなで夜9時にはスマホをやめる。ゲーム以外の好きなことを見つける。部活やめた時にこれをやっとけばな。はあ。そんなことないよ。その時の君にはゲームが必要だっただけさ。ゲームをやめる必要はないよ。楽しいことを増やしてゲームの優先順位を2番目以下にしていくのが大切なんだ。悩んだ時はゲームじゃなくて人に相談したり、ゲームがやりたくなったら友達と遊んだり外に出たりして。時間はかかったけどゲームの時間は1日2時間に減った。母さん、行ってくるね。行ってらっしゃい。毎日ゲームをしてた頃にあった強い刺激のある日々は今はもうない。毎日穏やかで平和で、あの頃と比べれば少しだけ退屈だ。でも足を怪我したあの日からようやく一歩前に進んだ気がするよ。